みなさんこんにちは。私たちがフーソーティーンズです。おさきです。ゆいなです。まいきちです。はい、ということで今回は浅草ロケ2本目、西参道お祭り商店街で遊んできたと思います。イエーイ。さっきいっぱい食べてもうお腹いっぱいになったので、はい、次は遊ぼうということで。あ、なるほどなるほど。なんかいろいろあるみたいですね。なんかいっぱいあるみたいですよ、ね、ちょっとお祭りっぽい感じなのかな、うんうん、もう屋台もあるし、ね、ゲームみたいなのもいっぱいある。ねえ、ね、めっちゃ楽しみということで早速、はい、行ってきましょう。行ってきましょう。行ってきまーす。振り袖ティーンズ。はい、はい、ということでまず金魚すくいやりたいと思います。すごくない？こんなところに金魚すくいあるの。金魚すくいちゃんとガチの、ガチ、ね、生きてます。屋台とかしか見たことないんだけど、こういうのちゃんとお店になってる、うん、やばいね。取るぞ。で、本日最高が33匹なんで。あ、もう33匹越しちゃいます。はい、取ります。絶対33。やばい、すごい。はい、じゃあ頑張ります。私カメラマンします。お願いします。撮るぞ。あー、金魚当たってるって。あ、しょ、やばい。え、超無理だと思うよ。はい、ああ破れましたね。これどうやってやってんの、みんな。え、みんなどうやってやってんの。あと、どっちも2人とも1枚1枚あとね、無理じゃん、これ。うち、これさ、位置的な問題かも。一つもチャンスがない。そういうこと。お願いお願い。あ、惜しい、今の。惜しい。お願い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 。逃がしてあげるから。でも、つけてればつけてるほど破れるんだよね。やばい、ちょっと本当に取れないっす。一括どうしてんのこれ。33個だった人どうやって取ったの。マジでそう。一個一個常連すぎじゃないそれ。そういうこと。しかも今日でしょ。これうちこうやってやってんのよ。ちょっと違反なんかな。ねえ、お願い。来た、すごいすごいすごい。1匹目1匹目来た。生きてる。ちゃんと生きてる。生きてる。生きて。え、すごい。あ、泳いでる。振動感じるわ。すごい。上に上がってきてほしい。上に上がってきてほしいね。ちょっと、あ、そうだね。ちょっと下の方にいるんだね。はい、2匹目。え、すごいすごいすごい。え、なんで。いや、ちょっと掴んできたね。え、すごいんだけど、ずるい。来たるよ。あ、やばい、これこっちでいくわ。あれ逃げたよ、え、逃げた。脱獄されたんだけど。やばい、実質。あ、もう無理だ。マイキチ終わり。終わり。マジで？でも1匹取れたよ、マイヤ。2匹目、誰も取っ、あ、え、あ、うわ、もうちょっと最悪な終わり方なんだけど。手汚れただけ。振り袖ティーンズ。金魚すくい終わって次射的をしに行こうと思うんですけど、イエーイ。年齢制限があるらしくて。ねえ、もう無理。で、18歳以上じゃないと入れないよ。未満。あ、18歳未満。未満なので 18? 未満じゃなかったですか。未満って書いてる。18歳未満入場禁止で、今何歳なんだっけ。17なので、うん、先だけ入れません。え、入れもしないんだよ ね。なんでなの。ムカつくんだけど。なのでちょっと私とマイキチでやっていきたいと思います。絶対ゲットしてきてね。絶対ゲットするで。私の分までお土産、お土産よろしく。うん、それではやっていきます。いきます。カチッと下げてから、これ、え、下げてから詰める。はい、やって、あら、詰めちゃいました。いきます。な、何やろ。生姜。生姜。え、惜しい。惜しいよね。肩。いけ。何狙おう。ハテナとか狙おうかな。あ、でも惜しくない。惜しい。え、押してから、うわ、うちも生姜狙おうかな。え、生姜同じの狙う。
跳ね返ってきたよ。手前からいけ。そうだよ。お菓子とかの方が軽いよね。これおさきちゃんにあげよう。ねあげよう、お土産。ありがとうございます。商売行きます。じゃらん。ゲットしました。え、当たっ、え。当たってない？ジョイフルエリー。はい、ということでどうでしたか結果の方は。結果はじゃらん。おお。一個だけ取れました。1個。みたいなさ、一つ。かなチョコレートなんですけど、おなんかね入浴剤を狙ってたの2人で、生姜の入浴剤を、でも当たるんだけど、うん、やっぱ倒れない。そうなんだ。当たっても倒れなかった。何回か当たったけど倒れない。なんか前吉なんかえ打つ高いみたいな、ねねね、打つだけどなんと生徒おさきちゃんに何も待って、何の成果も得られませんでした。ということでこちらお土産です。いいの、はい、やった取った瞬間おさきちゃんにあげよう。あげようやった。じゃあみんなで食べよう、うん、みんなで食べよう、みんなで分け合いたいと思います。はい、じゃあ次駄菓子屋。あ、そうなの、うん、駄菓子屋行こう、駄菓子屋行こう、久々駄菓子屋行こう。え、あ、じゃじゃーん、メンチカツあの2人が指摘してるから私が頼みました。あ、そうなの、ね、美味しそう。食べる？食べるかな？いただきます。めっちゃホクホクじゃない？食べる？はい。え、めっちゃチーズ。ね。うわ、めっちゃ美味しい。じわじわ。あ、チーズです。ね。ということで。よし、じゃあ行きましょう。行きまーす。ジョイフルエリー。うわぁ、みんな、え、絶対楽しい。懐かしい。すごい、大好き。めっちゃ食べたいっていう日はないけど、うん、こういう、めっちゃあるとテンション上がる。わかる。たまに、ね、なんか駄菓子屋のおばちゃんとかいう時代に生まれてみたかったよね。確かに。梅干し、やば。あ、ダメなんだ。逆に大好き梅干し。かわいい。梅干し。はい、変な飲食できないので、食べてます。うん。はい、ごちそうさまです。あ、パチパチパニックも欲しい。コーラ味。コーラ？うん。よし。あ、やっぱグレープ、ごめん。グレープがいい。うん。パチパチパニックいいよね。うちスコーンブ好きなんです。あ、え、好きそう、なんか銀玉のね、カグラみたいなね。スコーン好きです。好きそう。え、これ欲しい。はい、ありがとう。チェックした。はい、これお家でやります。妹ともうでもいいんじゃない。結構入ってます。買った。ではこちら買います。買います。はい、ということで浅草動画後編、西三のお祭り商店街だっけ、なんだっけ、はい、お祭り商店街どうでしたか。すごかった。楽しかったね。本当にお祭りのものが ねたくさんあって、金魚すくいしたり射的したり、美味しいメンチカツ食べたり、食べたり、うん、結構充実してたんじゃないですか ねなんか雰囲気あってめっちゃ良かったよね、うん、あ、そう、射的でゲットしてくれた、はい、チョコ、これチョコ、チョコ、チョコレートももらったし、できました。楽しかったですね。なんか手軽に冬にもお祭り楽しめるのが、ね、いいね。いつでも楽しめるし、そうそうそう、いい、めちゃめちゃいいです。そうだし、あの結構振袖とか着てる方多かったので、うんうん、なんか雰囲気すごい、ね、いいよね。よかったよかった、ね、なんか動画映えしたから、うん、結構あの成人式の帰りに浅草寄って写真とかあえてめっちゃいいと思うので、はい、皆さんもぜひ来てみてください。はい、はい、ということでフリーソレティーンズでは私たちが毎回ジョイフルエリさんの可愛いフリ袖を着てトレンド情報をお届けしたり、いろんなことに挑戦してます。ぜひ YouTube チャンネルはもちろん TikTok やインスタもフォローしてください。お願いします。毎週金曜18時に公開されるので、コメントもいいねもチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。わ、風が、バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ。失礼します。イエーイ。
やばい。ジョイフルエリー。せーの。二で二拍手。一で。はい。あ、いい。